お？あ、サウンドコーナー的な。ちょ、全然出てこない。街角バトルライブ。あ、そうだよね。コロシアムが出ると思って今日やろうと思ったんですけど。こんにちは。ニクです。今日はね、まあこのコロシアムをやろうかなと。ザ・アル・ジーかな？ジー・アルティメット・カップに参戦できるようになりました。まあ、今までのボスが出てくる感じかな。マイクあれ懐かしいな。早速、コロシアム行きましょう。てか、エフィリンいるんだけど。いいの？エフィリンいて。コピー能力強化？また？ あれ以上強くなれんのか？なんだよ。いや、お前がいることの方がびっくりだよ。キャロラインだ。どうした？先にそっち行くか。なんか気になるな。キャロラインがまた街に来てるね。何かあったのかな？どうぞ、カービィ知ってた？え、あ、じゃあ、あれ以来ずっとキャロラインも彼を探しているみたいなんだ。誰だ？誰を探してるって。うわ、肝心なところスキップした。 最悪。何？あ、これはまああれか。金入れられんの？入れるか。あら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 あ
んだろう。よこせよ。あにゃ。新しい曲が演奏されるようになりました。え、そんだけ？あれ？フィギュア？あれ？あれ？なんかガチャポンもらえるんかと思ってたけど。なるほどね。曲を変えられると。流れてる曲を。展望台。え？トレジャーロードじゃん。これ。行ってこいよ、お前。楽しいよ。これってまさか謎の渦？え？どういうこと？ここからレオンガルフの気配がするって。開いてよ。いやー、いや、ちょっと、今日の予定違います。今日コロシアムの予定なんですけど。行っちゃったな。そのための展望台だったのか。ここは、この感じ、僕がフェクトエフィリスに取り込まれた時に見た世界にそっくりだ。もしかしたらあの戦いの後、レオンガルフはこの世界に閉じ込められちゃったのかも。カービィ一緒に調べてみようよ。やだ。メタナイトいるじゃん。おーい。実はメタナイトがずっと街にいて守ってくれているからなんだって。お前。マジか。話しかけらんないんだよな。ワダルディたちに向かって左を応援すると一緒に喜んでくれるよ。虫やねえかよ。ああ。やりましょっか、コロシアム。お、アルティメットカップ。全12戦？マジか。まあやりましょうか。まああれだよね、格闘王への道。いやでもちょっと、ああ、どうしよっかな。ドリルね、一個ね、知らない技があって、こうして一周すると、ほら、地面が割れてこういうなんか強い技が打てるんですよね。いやけど、ウィスピーウッズだから、さすがにカッターでいくわ。なんか今の技、ウィスピーウッズ使いにくそうだから。ゴリラとか出てきてくれたらな。ドリル使うんだけど。ま、こいつは余裕だろ。ぶっちゃけ一番弱いっしょ。だって、すっぴんで倒せるんだから。あれ？回避できなかった。まあ、多分カッター投げてるだけで終わるんで。食らいすぎ。ほら、ファイナルカッター。いってー。それ、ダメージあるんか。ごめん、根っこ出てくるっしょ？いてててて。けど、あんまり食らわないな。よし、終わり。40秒。マジで6秒で倒すって。どういうこと？うわ、メタナイトかー。メタナイトはな、まあ、剣対決になるんで、あ、やべ、ちょっと！あ、そうなんですよ。剣じゃなくてもいいんですよね。今作のメタナイト戦って。それを言おうとしたら、あのね、本当はね、あれ、あの状態で放置してると、勝手に戦闘が始まるんですけど、なんか攻撃したらどっか行っちゃった、あの剣。今回は別にソードバーサスメタナイトじゃなくて、いろんなコピー能力でメタナイトと戦いますね。いいですね。もう一回来るかな？来ない。おー、危ない。いや、メタナイトだから遠距離戦がいいのかなと思ったけど、別にそんなことないな。良いわ、こいつ、普通に。動き早いから避けられちゃうんだよな。
むしろカッター連射力がないから、ちょっとやばいかもしれん。よし、オッケー。今、ファイナルカッター。あー、無理か。いや、でも結構削ったな。おー、あ、そっか、これか。これおもろいんだよな。ここですね。で、メタナイトがここに降ってくる。あ、無理か。攻撃できない。危ねえ、危ねえ、やめて。これ飛んでればいいよね。これは避けて。ファイナルカッター。ああ、無理か、当たんないか。最後の一発当たんないとあれ弱いからな。ちょい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 。空中にいてもカッターは当たるんで。それはいいけど。またか。二度も同じ攻撃は食らわないと。よし。いや、全然ダメージ入らない。これでとどめ。よし。仮面割れるっけ？あ、割れた。かわいい。ビースト出てって。ま、デデデは、じゃあドリルで行ってみましょうか。初ツインズドリル。いいね。あー、このデデデね。この弱い時のデデデね。こうして一周描くと、お、ほらほら、いっぱいダメージ入った。いや、基本はこれだな、ドリルの戦い方。この、地面から、いててててて、湧き出てくるやつ。いや、待って、潜れ潜れよし。潜るとね、地面の中だと、基本ダメージ食らわないので。ポイズンゲノムの毒とか食らってましたけど。まあ、デデデが降ってくるところを見て、よし、オッケー。穴を掘っていくと。まあ、ハンマーもね、これ吸収できるんですけど、今回はドリルで全部行きましょう。これ地面、いやー、当たりそうだな。ちょっとやめときます。当たりそう、めっちゃ。まあ、一応ね、中距離攻撃もできるということで、こうやって。なんかドリル飛ばして。当てにくいな。けどもう終わりじゃないこれ。ほらほらほら、おーら。いててててちょっと無理した。あ、やべえ、ドリル失った。最後の最後でツッピンになっちゃった。まあ、1個食べましょう。あー、これは中ボス戦ボンカースとアイスかな。まあ、ファイヤーでいきましょう。いや、アイスも強いんだけどね、このデータだとなんだっけ、第3形態になってないんですよね。あれが足んなくて、だからアイスはいらないと。ほら、第2形態、第3形態のアイスは本当に強い。ファイヤーみたいな攻撃ができて、で、なおかつガードが無敵っていう。あ、別にファイヤーの上位互換とは言わないけど。あぶねえ。よく見てる。ハンマー好きじゃないんだよな。あと相手を効率的にできるのすごいね。デデデ相手だと、デデデ何もできなかったもん。トルネード使ってみましょうか。てか、スワロトルネイドね、あれなんだよね。レベル第2形態なんだよね。まあ、でもアルマパラパだったら結構いけるか。あ、こいつ、待って、第1形態は捕まりさえしなければ。おし、オッケー。大丈夫。捕まるとね、結構ダメージ食らうんすよ、これ。こいつは油断ならない。まあ、ステージ結構後半に出てきたボスキャラっていうのもあるし。こいつあれだよね、クラッシュバンディクーだよね。顔が。多分これもね、転がってる途中に攻撃とかできるんでしょうけど。これ連打でいいのかな？あんまり入ってないんだよな、ダメージ。おらおらおら、転がり対決。よいしょ、オッケー。あ、これで、あ、ダメージ与えつつ逃げれるわ。あー、まあそう考えると強いか。まあまあ。今のうちにダメージ稼ぎたいが入らない。こいつ出してくるのがね、ちょっと強いんですよね。回転対決。あ、いててて、負けた負けた。すごい負けた。回避。もう一回回避。で、行くと。いや、もうちょいでいけるな。これ、ご利用していこう。ご利用戦法、ご利用戦法。ちゅ、待て待て。待て、落ち着いて落ち着いて。ご利用し、よし。まあ、範囲でかいから強いか、トルネード。移動もできますしね。キャロライン、じゃあアイスでいこうか。キャロラインはね、なんか、ガード無敵だと弱い気がする。この前もアイスで行きましたけど。第2形態アイス VS キャロラインということで。何もできないからね、キャロライン、これやられると。あら。あら。ほら。隙が生まれるから、キャロライン。攻撃した後に必ず。よし。まあ、今の計算通りですね。
進行方向上に雪だるまを作って蹴っ飛ばすと。あ、ピン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 。効かないね。あ、待って、ソードにすればよかったな。メタナイトソード。ソードもう一段階上あると思うんですよね。お、来た来た来た。カチコチブリザード。カチコチカチコチカチ。よし。アイスの何が強いって、なんか凍らせて、それが溶けた瞬間に大ダメージ与えるんですよ。ゴルルムンバ。ニードルで行こう。まあ、腐ってもニードル第3形態なんで。まあ、初手また下くぐりね。OK、これでミッション達成。絶対意味ないよな、これ。あ、結構ダメージ入るね。ゴルルムンバ今となっては、もう、弱いね、これ。いてててて、そっか。さすがに足踏まれたら、ダメージ入るか。ファービーに。ケツにこれ、あ、ニードルやってるだけで勝てるっしょ。あー、ゴリ押して勝とうと思ったけど、無理ですね。あ、いけるいけるいける。ほら!よし、オッケー。今ね、進行方向上に、ニードル飛ばすんで、それで倒しましたね。弱いな。一瞬だったな。スワードトルネード。あ、じゃソードトルネードか。まあ、剣で行きましょう。ワイルドエッジ。まあ、最初は溜め攻撃で無敵時間を消していくと。強っ頭おかしい、この火力。このコピー能力。ほら、108ポンド。頭おかしい中ボス RTA できるぞ、これ。誰でも簡単効果力。当たってない。そうね、なんかね、当たり判定が地味にわからない、ソード。いや、避けていく。これ、煽りですね。普通に走って避ければいいのに、ジャスト回避で回避するっていう。新手の煽り。これもやろう、見て。ほら、フィニッシュフィニッシュフィニッシュ。トルネードは好きじゃないんで、さよなら。あー、デデデか。じゃあ、ハンマー対決いこうか。ワイルドハンマー。ワイルドデデデ。このハンマーあんまり強くないと思うんだよな。でん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 。ダッシュのさ、あっぶねえ。当たったわ。ダッシュしながらハンマー振り回すやつないし。鬼殺しも結構貯めなきゃいけないし、思ったより。貯めて、最大鬼殺しハンマー!よし。イノシシ。まあ、結局、ワドルティじゃない。デデデはこれ操られてたみたいですね。3回目 OK。 まあ鬼殺し貯めてる暇はなさそうですね。お尻お尻お尻叩き虫。ハンマー地味なんだよな今作。ジャスト回避するとね、ハービーだけのなんかザ・ワールドが発動するから、この隙にこうやって貯められるんですよ。ほら、なんか敵の動きは遅くなるけど、自分の動きは早いまんまだから鬼殺しとかがはめやすいっていう。で、これ誰だっけ、ファイヤーでよかったかな。レオンガルフ。これジャンプで避けられるんだ。あ、それは無理だな。うねえ、完全に今当たってたけどね。見切った。見切ってない。来ると思った。ここ。こいつもなんか体力半分以下で、あー、あるか。あ、そっか、なんかビーストモードになるんだ。ここで、ビーストブーストが発動していく。あー、これね、これっすね。なんて言えばいいのか分かんなかった。ジャンプかな?ジャンプ。最近戦ったばっかだからな、こいつは。いや、やめて、やめて、やめて。もう一回来るかな?もう一回来ますね。ファイヤーもな、なんか奥行き感覚が分かんないから。あー、食らっちゃった。これあとファイヤー入ったら終わりじゃね?あ、終わりじゃなかった。やばい、やばい、やばい。結構負ける、結構負けそう。結構負けそうで焦る。あ、星。10分かかってんのか。何これ。あ、ファイトマネー。あざす。羽助かる。てか、ハンマーか。やだな。汚い、なんだっけ。汚い狼。汚いライオン。ハンマーじゃ戦えなくね、エフェクトフォルが。やだ。取り込まれてる。いや、ハンマー、うわ、ハンマー戦いに行く。あ、待って、いた、レンジャーいた。オッケー、最強レンジャー来た。ここで貯めて、いや、フェクトフォルガーね、本当にレンジャーが強い。
持続ダメージ強すぎる。待って待って待って。危ねえ。避けれた。お前なんか寝る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 みたいな顔しやがって。最終戦。フェクトエフィリス。もう覚えたよ。やばいな、あるな。行ってみようか。最後の最後でお前出てくる？そうだ、あいつ最初空中にいるんだ。てこいから。え、今使う？迷うな。また飛んでっちゃったら終わりだし。OK。もうここで使おう。タイムクラッシュ。2回、3回、待って、行かないで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 、延長延長延長。あ、終わった。全然ダメージ与えられなかった。やばくない？すっぴんエフィリスはやばくない？さすがに。あ、終わった終わった。これ無理だって。え、なんか吸い込めるやつないかな？これ吸い込めるとは思わない、思えないしな。ギリギリ回避していく。同じ攻撃しかしてこない。勘弁してくれ。勘弁してくれ勘弁してくれ。これって、オッケー。あのさ、回復されたら終わりなんだけど。防げなくねあれ。欠品状態じゃ。運ゲーかこれ。運ゲー始まったか。じゃ、隕石飲み込ました、飲み込ませて。ストーンがいい。これは、がっつり逃げて、オッケーオッケー。食らってない食らってない。星一気に吸い込むぐらいしかないな、マジで。やばい、外した。ね、本当にこれ、え、無理なんだけど。終わった、終わったくさくね？いけ！あれだ！いけ！なんか星いっぱい出てきた。よし、オッケー。え、もしかしてすっぴんの方が戦える？僕うまい。僕カービィうまい。星のカービィうまかった？僕実は。向いてる？星のカービィ実況者として、名をはべらすか。危な。危な。あ、いち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 。お前もあと一撃なんだから。あ、やべやべやべ。ほら。よし。いや、まさかクラッシュとすっぴんで勝てるとは。思わなんだ。ペペペペン。優勝。初優勝素晴らしいです。バカにしてる？